やばい、交通事故起きた。やばいんだけど、ここで動画回すあたり、この YouTuber 根性。新宿西口の大ガードのとこ、大ガードのとこで、大ガードのとこで、新宿西口側からアルタの横、なんだどこだろう、アルタの横にこう右折しようとしたら、直線してきたところとバーンってぶつかって、はぁってなって、おしらさんは首がもげたところなんですけど、なんかちょっと興奮する、こういうの。誰も怪我がなくてよかったです。普通に向こうの運転手さんも元気そうだし、バーンってバーンってぶつかった、やばくねこれ。なんでこういう時さ、ちょっと元気出ちゃうんだろうね、人間ってね。誰も怪我がなくてよかった。でもさ、こういうのってさ、ムチ打ちになったりする時あるんだよね、本当に。もしおしらさんムチ打ちになったら、ドンってなった、マジで怖っ。もしでもね、こっちのタクシーの運転手さん、ちょっとなんかずっと不安定な運転してた、マジ怖くない、マジびっくりしちゃった、おしらさん。なんか一応こういうのってなんて言うんだろう、なんかさ、ムチ打ちとかに後でなったりとかするじゃん。だからちゃんと連絡先もらっといた、お名前と、タクシーの運転手さんの連絡先もらっといたから、もうおしらさんの首がもう本当に持ってかれてたら、後でお金いっぱいもらおうと思って。こういうのってどうなるんだろうね、乗客は。タクシーの乗客ってどういう風に保証されるんだろう、健康問題とか。あんま分かんないんですけど、おしらさんはとりあえず2丁目に行こうとしてたのに、タクシーボーンってなって、怖いね怖いね。なんか交通事故ってこんな風にして人は死んでいくんだなって思っちゃった、正直。マジビビったわ、本当にね。でもその今さ、乗ってた、普通に乗ってたんだけどさ、まあそもそもね、なんかね、怪しかったの、タクシーの運転手さんの動き。なんかさ、妙にさ、レーンとかチェンジするし、ブン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 左右に動く、うるせえうるせえ、あれだ、ブン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 動くしさ、なんかちょっと変だなって感じだったんだけど、やば、彗星逆行してるかも。マジ何なの、でもちょっと元気で、ちょっと楽しくない、ちょっと嬉しくない。でも怖いね、ほんとみんな気をつけなね、交通事故。コロナで死ぬより交通事故で死んでる人の方がきっと多いでしょ、だって知らんけど。どうなんだろう、でもきっとそうじゃない、ほんとに。さあ、おしらさんの一番好きな乗り物タクシーさんがこんなことになるなんて怖いね。しかもなんかちゃんとしたタクシーだったら、個人タクシーのなんか変なのとかじゃなくてさ、個人タクシーが変かどうかわかんないけど、そうね、ちゃんとしたねタクシーだったのにボーンってされて、もうあとはもうテキーラ飲んで、この惨劇を忘れるしかありません。というわけで、ここで1曲聴いてください。香水って、別に香水は歌わないんですけど、もうなんか釈迦性でもしょうがないんで。ね、まあそんな事件をおしらさんが、起こされてしまいました。今後のおしらさんの健康状態に乞うご期待です。さようなら皆さん、バイバーイ。